h e everyone。皆さんこんにちは。今日紹介する映画はクラシック映画です。邦画のクラシック映画です。鉄王です。鉄王ディアヤーマン鉄の男。これ見たことありますか？皆さん。タイトル的にはちょっとふざけたような感じですね。鉄の男って書いてディアヤーマン。これはマーベル作品のあのアイアンマンとはまた違う鉄なんですけれど、まあ、あどんな内容かというと、男の人がですね、サラリーマンの男の人が、まあ、ある時に鉄にこう支配されてしまうという。 で、だん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 自分が鉄になってしまう手短に言えばこんな内容なんですけれど、まあ、意味わかんないですよねこれっていうのは実際に見てちょっと感じてほしい映画でもあります上映時間がなんと60数分なんですよね映画に関してはすごくすごく短い映画でありますこの監督は塚本慎也監督なんですよ塚本慎也監督は後にあのクエンティン・タランティーノとかデビッド・フィンチャーファイトクラブの監督ですね あとはダレン・アロノフスキー、えー、例えば「リクエム・フォー・ア・ドリーム」とか「パイ」とかを監督した監督ですそしてワコースキー兄弟、えー、マトリックスの監督ですそれらの監督にものすごい影響を与えた監督がこの塚本也監督なんですよ実はこの映画塚本真也監督の長編デビュー作品なんですけれど彼は、えー、この「鉄道」の前に2作品ぐらい、えー、短編映画を 作ってたんですけれどそれでやっと1989年にこの「鉄道で長編デビューしましたでその時は彼は全然全然然お金がなかったんですよねなんで、えー、1 6ミリのカメラでそしてスーパー8っていったス,スティーブン・スピルバーグの自分の電気映画の「ファーブルマン」見てる人はわかると思うんですけれど、まあ、こういった四角いやつにハンドルがついててこうスピルバーグも使ってたような「スーパー8」っていうあの時代には結構人気だった例えば親から カメラをもらうっつったら結構スーパーエイトででそこから映画を撮り始めるっていうまあ子供たちがいたぐらいすごいこう人気だったカメラなんですよねでそれでこの鉄王を撮ったんですよしかしですねものすごいものすごい撮影は辛かったらしいですもう辛すぎて辛すぎてこの塚本信也監督は後のインタビューで言ってるんですけどそのネガってあるんですけどねフィルムのネガをもう焼き,焼きたいぐらいもう この撮影現場がもう嫌な思い出になっちゃったらしくてもう今はあんまり思い出したくないぐらいやばかったらしいですね。まあ、どれほどやばかったっていうと、えー、この映画を見ると分かるんですけどこの映画はビジュアルがめちゃくちゃゃくすすすすごごいいんですよでよ作り方もすごいですまさかこれが長編デビュー作とは思えないぐらいもう実験的な作り方をしてるんですよ。でそっから こういったインディーズのジャパニーズ映画っていうのが、まあ、日本の映画っていうのが海外の映画祭とかでも公開されるようになってでちょっと最近ではカメラを止めるなあのゾンビ映画ですねあれも爆発的に人気になりましたねこの鉄王の撮影期間撮影ですよ撮影期間がなんと18ヶ月っていう、まあ、言ってしまえば1年と半年ぐらいですかねこれはなかなかないですね1年半年かけて作るっていうのは もう言ってしまえば、まあ、最初の撮影する前の準備段階そして撮影そして編集とか音響編集とか、まあ、そういったあと ADR とかいろいろとあるんですけど、まあ、そういったのを含めて年年半年なら分かるんですよ、まあ、それが大抵の映画だと考えてみればいいんですけれどなんとそれの真ん中の撮影だけで年年半年はかなりきついいと思いますねこの塚本監督の他に最初はスタッフが何人かいたんですよ。照明美術とか いろいろとみんなこう分けられたスタッフがいたんですけれど、撮影がだん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 と始まるたびにみんな消えていくっていう、まあそれほど最悪な、えー、状態だったらしいです。っていうのはこのスタッフさんたちがもう撮影をこう始めているうちにこの映画絶対無理だろうと、もうあの望みがなかったらしいんですよね。それでみんな逃げちゃったらしくて、で結局最後の最後に、えー、残ってたのは監督とそのキャストだけっていう。なんでそのキャストの中でもう、うん。 順番順番に照明とか美術とかをやってたらしいです。まあ、でもこの映画本当に見ればわかるんですけど、ストップモーションとかがあるんですよ。すごい面白い方法でこの鉄を扱っているんですね。これが結構印象的なポイントでもあります。そしてもう一つは、CG はもちろんないです。なので全部全部プラクティコーエフェクトといった、まあ、イコール本当に自分たちで、まあ、粘土がなんかわからないですけど鉄のなんかで、 作ってでそれを俳優さんたちにメイクアップとして貼り付けてでいろいろなそういったまあ今では CG とかでできるようなものを実際で手とかで作ってるのをプラクティオ・コイフェクトっんですけどそれもすごいあの特徴的なものであってこの「鉄王と同時期ぐらいに公開されたのがまあこれ偶然だったんでしょうけれど、えー、アキラなんですよあのものすごいサイバーパンクカルチャーではもう欠かせないアニメの一つですね。はい、この アキラと今紹介していいる哲夫が同じ気ぐらいなんですよねアキラにも哲夫ってキャラクター出てくるしプラスその哲夫がなんかこう自分の体からバーッて出すようなシーンがありますね最後らへんのシーンで。偶然偶然重なって名前も哲夫になっちゃったしなんかこう要素もアキラ風になっちゃったっていう、まあ、そういったなんか偶然だったらしいです。実ははアアキラニメ でサイバーパンクカルチャーになったんですけれどこの「鉄男」は実写映画でサイバーパンクカルチャーのえ一つの代表例となりました、まあ、あまり映画を見ない人がこの映画を見ると本当になんだこれはっていう感じの映画なんですけれど映画がこう好きな人 B 級映画が好きな人とかモンスター映画が好きな人はぜひこの「鉄男」を見ていろいろとこう感じてほしいですね。あといいろろな発見も あると思いますこういった作り方があったのかとかこういったストーリーの伝え方があるのかとか、まあ、そういうのをどん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 多分この「鉄道60数分」の映画なんですけれどその中でいろいろないろいろな要素が詰まっているので、まあ、そこに注目して見てほしいですね。実はこの「鉄道」はですね続編もあります「鉄道2」があるんですけれど、まあ、これはまた次回のビデオで紹介したいと思います。では「Have a good time with Tetsuo the Iron Man」。